パリオリンピックレスリングで金メダルを獲得した清岡幸太郎選手と桜井つぐみ選手を祝う展示コーナーが高知市役所に設置されています。高知市役所本庁舎玄関ロビーでは清岡幸太郎選手と桜井つぐみ選手のオリンピック金メダル獲得を祝う特設展示が今日から始まっています。清岡選手、桜井選手とも高知市の高知南高校に通っていたことから展示が企画され、2人が金メダルを獲得するまでの軌跡が新聞の切り抜き記事などで紹介されているほか、身長166センチの清岡選手、身長156センチの桜井選手、それぞれの等身大パネルも展示されています。さらに高知市出身の清岡選手の展示コーナーでは、母エリカさんから提供された現地でのオフショットも。清岡選手は今回競技が最終日だったためゆっくりと観光する時間がなかったようですが、それでもパリの街や大会を満喫していた様子が伺えます。清岡幸太郎選手、桜井つぐみ選手、お二人に高知市全体で祝福を伝えたい、そうした思いでこの展示コーナーを設置させていただきました。まずはこの新聞記事を集めるところから始めまして、清岡選手に関しましてはお母様から写真のご提供いただきましたし、これは市民の皆さんにも見ていただきたい、そういう思いで設置をしてきたところでございます。展示は来月6日まで行われていて、明日は2人の金メダル獲得を祝う垂れ幕が高知市役所本庁舎に設置される予定です。